ハーラル・ホール・ファグレ旧解剖戦艦は、ノルウェー海軍の解剖戦艦の艦級である。建造は、イギリスの造船所で行った、トルデンショル側面図。トルデンショルの武装、装甲配置を示した図。同場。全長に比べて、船体の幅が狭いという、解剖戦艦特有の形状の平、甲板型船体で、艦首水面下には、当時の主流である昇格がつく。 手法は2 0 8トル方を箱型の炭素方塔に収めて一機司令塔を組み込んだ、操打環境、円柱状の主脚の上には見張り台の2段のフロア。一本煙突が立つ。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、運用には両原にボートダビットが付く。水分は前章と同じく主脚に2段の見張り台が付き。 後部甲板上に後ろ向きに2番手砲塔が配置された。原則甲板上には 12cm 単装砲が棒立ての付いた単装砲がで片原3機ずつ計6機装備された。手砲はアームストロング戦8 9 6年型 20.8cm 砲を採用した。副砲は 12cm 砲を採用した。その他に耐水来艇用に12ポンド、 7 6トル、単装砲を最上甲板下部に、計6機、近接戦闘用に落ちキス車の3 7トル、5連装ガトリング砲を前後マスト上に2機ずつと、片弦1機ずつ、計6機搭載した。他に、対艦攻撃用に4 5トル、水中魚雷発射管を、単装2機装備した。ハーラルホールファグレトルデンショル、ありがとうございます。